どうも、エチダです。皆さん、まあ最近いかがお過ごしでしょうか。まあ本当ね、最近とにかくもう寒いというか、まあ日本にすごい寒波が来てるみたいなところで、まあもしかしたらね、見てる方の中で、まあ家の周りにもう雪が積もってるみたいな方も、まあいらっしゃるんではないでしょうか。で、まあそんなね、皆さんの凍える体をそっと温めてくれるような最高のシングル、本日12月15日にフラゲットして発売されました、こちら、King&Prince のニューシングル、I Promise の紹介を今日はしていきたいなっていうふうに思います。まあ今回の、この CD はですね、まあ、King&Prince の待望の6枚目のシングルとなりまして、まあ前作のね、Meiji Night から半年ぶりのリリースとなります。まあ皆さん的にもね、こう Meiji Night が発売されて、まあその後ね、セカンドアルバムの Land っていうのが発売されて、まあしっかり聴いてっていうところであるんですけど、まあちょっと皆さんもこうだんだん聴き慣れてきて、まあそろそろこうキンプリの新曲欲しいよっていうか、まあそろそろなんか次のシングルぐらい出してもいいんじゃないっていうふうに思ってたところで、この I Promise が発売されるということで、まあ僕個人的には本当もうナイスタイミングのまあリリースなんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。で、まあ今回ですね、まあ、僕はこの I Promise の通常版を購入させていただいたんですけれども、通常版を購入した理由っていうのがこちらにあります。はい、皆さんもね、通常版の特典のところで、わ、それついてくるんだっていうふうにね、歓喜された方もいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけれども、こちらですね、なんと I Promise の通常版を購入された方限定の特典でエコバッグがなんとついてきます。はい、今ちょっと僕初めて開けるんですけど、お、はい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 、お、いいね、こんな感じですね。もう I Promise って書いてある、こういうちょっとしたなんかこうエコバッグみたいなのがついてきます。これ意外となんかこうしっかりしてるっていうか、ほんとグッグッグッってしてもこうなんか脆いなっていう感じも全然しないですし、で、まあほんと僕のチャンネルってまあ9割がまあ女性の方が見ていて、で、まあその中でも30代以上というかお母さん世代の方がまあ 50%、40% ぐらいいらっしゃるんですよ。まあなんで、まあそういった方にはちょっとね、ぜひこのエコバッグっていうところちょっと注目していただきたいというか、まあこうね、日頃のこう大きな買い物というか、なんかこうキャベツ買ったりとかネギ買ったりとか、なんかそういうところにはまあもしかしたらね、使えないかもしれないんですけど、ちょっとこうコンビニ行くときとか、まあほんとスーパーとかでもね、少し買い物するときにこの I Promise のこのエコバッグを持ってぜひちょっと行っていただきたいなっていうふうに個人的には思ってます。まあなんで今回ね、僕はこのシングルの通常版を買ったっていうところにも繋がってくるんですけど、この I Promise っていうシングルはこれね、通常版1000円なんですけど、これ1000円買ってこのエコバッグついてくるんですよ。なんでこれ何を言いたいかっていうと、つまりこれタダなんですよ。だからぜひもうこのエコバッグをもう買う感覚でこのI Promiseっていう CD をぜひ皆さんにゲットしていただきたいっていう風に僕は思っていて、まあもうなんならもうこのエコバッグがもう主みたいな、もうI Promiseのこのシングルはもうおまけぐらいに捉えてもらっても全然大丈夫なんで、ぜひこのね、エコバッグっていうところを目的にこのI Promiseちょっとゲットしていただけると嬉しいなっていう風に思います。まあ本当に今回僕ね、この通常版のエコバッグがついてくるっていうのは本当なんかもう嬉しくて、まあこうね、レジ袋がまあ有料化になって、まあコンビニとか、まあスーパーとか何年も前から有料化になってますけど、まあ本当にレジ袋っていうところを使わず、今はエコバッグ使うのがなんかちょっとおしゃれみたいなところあるじゃないですか。で、まあ本当いろんなアーティストさんとか、まあいろんなね、インフルエンサーの方とかも、まあこうエコバッグっていうのをね、グッズとして出してる方多いんですけど、その中でキンプリはシングルのこうね、特典としてエコバッグをつけてきたっていうところが、ちゃんとなんかこう需要を分かってる感じっていうのがすごく僕はなんかね、キンプリにさらにこう好感を持てたというか、まあやっぱりキンプリのファンの方ってまあ本当に幅広い方がファンなわけじゃないですか。まあ本当ちっちゃい小学生とか、まあそれぐらいの方からまあ本当大人とかもうお母さん世代の方まで、まあ本当老若男女の方がまあこうキンプリっていうのを聞いてるのをしっかり分かってのこう特典っていうところ、まあ本当にこれいうところね、僕キンプリもさすがだなというか、なんか本当にしっかりとしたプロデューサーの方がついてるんだろうなっていうふうに僕は思っています。まあだから僕もね、これからこのね、I Promise のエコバッグはマジで持ち歩くと思いますし、コンビニ行って少し飲み物を買って、まあお酒とか、まあ弁当とか、まあそういうものを買って、まあレジ行って、まあ店員さんに袋ご利用になられますかっていうふうに言った時に、こうカバンからシャキーンってこの I Promise のエコバッグを出して、まあ持ってますみたいな、 I Promise 持ってますみたいなことをこれからできるんだなっていうふうに思うと、なんかもうこうね、ジャニオタとしてはすごくなんかワクワクする瞬間というか、こうなんか日常のさりげない瞬間にこうジャニーズみたいなところがなんかこの
エコバッグによって叶えられて、まあ、僕はすごく嬉しいです。まあ、だからもう本当今回の I Promise のシングルは、もうこの I Promise って楽曲ももちろんいいですよ。まあ、カップリングもいいですし、まあ、表題曲もいいし、まあ、ジャケットとかもめちゃめちゃかっこいいしっていうのがあるんですけど、まあ、僕の中ではもう本当もエコバッグを買ったみたいな感じです。まあ、本当それぐらいここまでね、エコバッグの話しかしないですけど、もうとにかくエコバッグめちゃめちゃいいんで、ぜひちょっとチェックしてほしいなっていうふうに思います。もう本当デザインとかもなんかそこまで主張しすぎないっていうか、まあ、なんかそれこそ黒だし、なんかこう、I Promise キンプリっていうのも少しちょっとなんか分かりにくいって言うとあれだけど、なんかほんとさりげない感じでこう書いてあるんで、そんななんかね、使うというか持っていくのにも抵抗ないかなっていうふうに思うんで、ぜひチェックしてほしいなっていうふうに思います。ということで、ここまでですね、マジでちょっとエコバッグの話しかしないんで、ちょっと I Promise の、まあ、楽曲の、まあ、少し説明というか、まあ、こんな曲ですよ、みたいなところも、まあ、一応話しておこうかなっていうふうに思います。まあ、冒頭にも僕言いましたけど、とにかく冬って感じなんですよ。シングル1枚として。まあ、表題曲もそうですし、カップリングとかもとにかく冬っていう感じなんですよ。まあ、だからなんかほんとね、バラエティに飛んでるわけではないんで、まあ、正直この I Promise っていう楽曲さえ抑えておけば、まあ、正直 OK みたいなところは、まあ、若干あるのかなっていうふうに僕個人的には思っています。まあなんで、まあ、ほんとエコバッグの話もそうですけど、エコバッグつけて、このシングルも聞いて、なんかもうこう、キング&プリンスからのクリスマスプレゼントみたいな。まあ、それぐらいのこう、立ち位置として捉えるのがちょうどいいのかなっていうふうに僕は思ったりします。まあ、別にその楽曲のクオリティが低いとかそういう話ではないんですけれども、なんかこう、アルバムみたいな充実感を得られるかっていうと、まあ、そういうわけではないし、まあ、もちろんシングルだし、みたいな。なんかこう、シングル1枚として、まあ、なんかカップリングもガンガンに攻めてますみたいな感じかっていうと、まあ、なんかそういうわけではないのかなっていうふうに僕は思いました。まあ、というのも、なんか他のそのグループのアーティストとかが、まあ本当カップリングとかもなんかアーティストの方とコラボして、まあ楽曲出してるみたいなところがあったりするんで、なんかそれと比べると、まあもちろんこのキンプリの I Promise のこの1枚、まあ通常版だけの話なんですけど、まあそこのクオリティっていうのはまあ落ちるのかなっていうふうに思ったりするんですけれども、まあだから本当もうキンプリからのクリスマスプレゼントっていう捉え方で、まあこの I Promise を見ると、まあ満足は十分にできるんではないかなっていうふうに思います。まあなんでこのシングルが売り上げが例えば前作のメイジーナイトよりも超えるかって言われると、まあ、僕はそういうことはないのかなっていうふうに思いますし、まあ、ある意味ね、こう数字的にも、まあ、表現的にも、まあ、落ち着いたところなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。ということで、今回はですね、まあ、キング&プリンスの6枚目のシングル、I Promise の、まあ、紹介をしてきたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、曲のことは、まあ、さておき、まあ、本当に僕はこのエコバッグっていうところをとにかく僕は押していきたいなっていうふうに思っています。まあ、本当ね、ファンの方からすると、ちょっとしっかり曲聴けよっていうふうに思われた方もいるかもしれないんですけど、まあ、僕はね、こう、皆さんの需要というか、なんかこう、受け取る方がどういう方がいてっていうのを、なんかすごく理解した、この特典だなっていうふうに僕は思ったんで、なんかこういうところが、なんかこう、キンプリが評価される理由なのかなというか、なんかこう、しっかり自分たちは誰に求められて、誰にどういうものを届けたらいいのかっていうのを、なんか理解しているからこそ、今回こういうね、エコバッグっていう特典をつけたのかなっていうふうに僕は思ってるんで、ぜひ皆さんもね、これを持って、コンビニとか、スーパーとか、まあね、いろんなお買い物に行って、まあそれこそね、このエコバッグを使ったことによって、なんか店員さんとの恋が始まっちゃうみたいな、なんかそれこそこの I Promise みたいな、物語が始まるかもしれないんで、ぜひ、皆さん、このね、シングル、チェックしていただけたらなっていうふうに思います。ってな感じで、今日の動画終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いやーもう本当に今回は、もうただエコバッグを、いいっていう回でしたけれども、まあたまにはね、こういう感じの購入品紹介もいいんじゃないでしょうかっていう、はい、まあ、そんな感じです。